びっくりするよね、音。 8K だってもう想像つかへんわ、テレビの画質。なんかホットミルク飲もうと思ったらミルクの残りがめちゃくちゃあとちょっとやったから、でんでん、ウィル・スミスのあの濃いココアがめっちゃ海外チックな味するので、あ、豆乳入れればよかったな、ちょっと。音入ってるか、ちょっとあのね、あの歌番組見てます。ここに牛乳めっちゃ多くと、ウィルキンソン、ウィルキンソンはあれが炭酸だ、ウィル・スミスのココアはちょっと甘めなんで、それを半分でお湯と割って、うまっ。うん、美味しいでございます。さあ今歌番組をね見てて、うん、温まった。ホットミルク飲むにはミルクの量が少なすぎたから、あ、じゃあココアを割ろうと思ってお湯多めで。このウィル・スミスのココアにココアの粉末だけにミルクを入れたらもう激甘、めっちゃ美味しいけど。カピバラなくなりそう。インスタのカフェのテラス席寒くなかった。インスタのね、騒げたカフェはなんか寒くなかったね。このちょうど急激に寒くなる前に行ったからちょうどいいなんか気候で、夕方になるにつれてあちょっと肌寒いかなってぐらいやったけど、全然上着なくてもテラスで座れてたから。でももうこのちょっと今の時期だとちょっと寒いからちょうどね、なんやろ、行ったらいい気温の時は難しいけどね、真夏だと暑いし、かといって真冬だと寒いし、春秋ぐらいのタイミングがちょうどいいと思われます。ちょうど行った時に夕暮れが見えそうでってぐらいの時間帯で、すごい良かった。黄昏れてた。そう、ドリンクはね抹茶にした。美味しかった。抹茶もなんか急に飲めるようになったからお抹茶にして、うん、美味しいでした。あ、マグカップかわいそう、ファンの人にねプレゼントでもらって、かわいいキャラクターなんですよマグカップは。なんか基本キャラものばっか持ってるから、なんか食器料理にハマってた時期に食器揃えようかなとか思ったけど、いや、いっぱい自分持ってるわと思って食器集め断念した。
抹茶美味しいよね。京都の抹茶飲みに飲む食べる抹茶を堪能しに行きたい。でもね、ちょっとずつキャラものね卒業し始めてる。珍しい。明日は公演です。いつぶりなんやろって、この前のトーク会の時にファンの人と話しとって、カレンダー見たら2週間ぶり以上かな。めちゃくちゃ期間空いて、もう忘れてたもん。今日立ち位置表見直してたけど、いやな、ちょうど2週間かな。あ、当たったよって。お、おいでおいで、ようこそ。40人という倍率を勝ち取って、なかなかね、みんなが見に来れるのはちょっと時間かかっちゃうかもだけど、ちょっとずつね、ファンの人の有観客公演が始まったのは嬉しいし、やっぱりメンバーも客席にファンの人がいるのといないのではまたテンションが全然ちゃうから、そうだよ、少しずつ増えていくからね。絶対40人ときて、次100じゃない ?100、200って言って満席になるから。うわ、ピザじゃん、ピザ食べたい。ピザの S サイズなら一人で食べれるのかな、ペロって。何切れなんやろ。6個6枚か。え、意外と大きいかな。何枚なんやろ。なんか切実に気になる今。味に飽きちゃいそうだから、味に飽きちゃいそうだから、なんかさ、4、あ、でもそんな S サイズでそんな違う味とか選べるのかな。やってみた、今度やってみようかな。その前に、今週の土日の28日か29日のどちらかで、パッションフォーユーの、めちゃくちゃ遅いけど、パッションフォーユーコント劇1位、お疲れ様会、締めお疲れ様会を実施したいと思うので、コント劇の T シャツと各自それぞれケーキだったりコーヒーだったり準備して、なんかまったり振り返り配信できたらなって思います。土日のどっちかでやる予定で、時間はなんか多分 AKB さんのトーク会じゃないのか、オンライン会が、時間がちょっとまだ分かってないねんけど、それ次第かな。それ次第で、理想はお昼頃、1時3時、1時2時3時頃がいいけど、時間によるよね。南部のもうね、気になってるケーキがあるから、ちょっと買いに、前日から買いに行って、あ、そっか、今応募できんの？
今も応募中なんかな、トーク会は、オンライン会。またね、オンライン会もそうやけど、 SKE の次のシングルの方でも手形会と、なんか新しいよね、手形会とサイン会があるみたいなので、そっちも応募してね。まあどっちもあるから、そのみんなに配分は任せるけど、1月のも来てほしいねみたいな。そう、1月567、あら、サイン変わってからサイン買ってへんって、サインもらってへんか。そう、実はね、いつ変えたんやろ、去年かな、ちょうど1年前に変えたんかな。サインが少し変わってるので、ほんまにちょっとやねんけど、あ、1月5日って発表されてるの、1月5日にやるので、みんな予定合わせてね。多分ちょうどお仕事始まった時かな。ぜひ日程合わせてきてね。バナおいしい。かわいいにじゅうちゃんの楽しみだな。土平日の日程が合いますように、みんな1月5日たくさん待ってます。なんかオンラインがさ、どんな感じかまだ分からへんからさ、 SKE は現地やからさ。あ、しかも12周年ドラフトのマグカップね、今日の朝使っちゃってんな。だからまだ今ね、洗ってると乾かし中。ワクワク。めっちゃサラサラ。対してさ、なんか髪の毛めっちゃ痛むことしかしてへんのに、全然痛まへん。見て、昨日とか多分絶対リンスサボったもん。ご飯はね、食べ損ねた。コメダのグラタン食べてめっちゃ美味しかったね。コメダ投資しようと思った結果、グラタンメンタルでグラタンにした。美味しかった。久しぶりにコメダでフードっていうのかな、それ食べてた。いつもね、飲み物っていうかな、コーヒージェリーとかさ、ちょっと甘い系。シロノワールもなんか新作出て気になったら食べるけど、ハンバーガー全然食べたことないね。そう、美味しいんやで、コメダのグラタンとね、ビーフシチュー。あとピザパンはまだないかな。そう、意外となんか甘いものとかドリンク系じゃなくても、そういうね、ご飯系も美味しいので。うまし。
そう、なんかサンド系はめちゃくちゃボリューミーって聞いて、でもお持ち帰りができるみたいで、なんかアルミホイルかな、なんか包んでもらえるらしいから。ぜひぜひ、あのなんかランチでも行けるので。あと米チキも美味しいんだよ。なんかなんかの味に似てんねんな、あの普通に唐揚げやねんけど、軟骨の唐揚げに似てる。軟骨の唐揚げのもっと大きくてジューシーバージョンって言えばいいかな。味濃いめ、濃いめ。美味しかった。いやね、コメダのいいところは、いや長いしやすいって言ったら並んでる時大変やけど、落ち着く雰囲気だし、昔ながらの料理の提供が早い。もう頼んで秒で来るから。これかな。でもね、最近行ってへんかった。久しぶりに行った。いつぶり行ったんかな。コムダでモーニングしてぶり以来に行ったから。でもいつもね、飲み物悩むねんな。ちょっとコーヒー系になんかカフェオレとかそういう系にするか、サマージュースとかさ、バナナジュースとかも美味しいから。まあジュース系は多分夏やねんけど、悩む。楽しいよね、メニュー見て楽しめる確かに行きやすいかもね。コメダ大好き。可愛いね。確かにジュースの形、靴型、ちょっとなんか大きめのさ、なんやろ、ジュースの時の難しい、シェイクするようなんかなこれ。アイスレモンティー飲んだことない、飲んでみよう今度。たっぷりコーヒー飲めるようになりたいけどね。なんかコーヒーミルクとかカフェオレとかカフェラテとか、もう違いを何回見ても忘れちゃう。いいね、毎週日曜日モーニング行く将来過ごしたい。でもパリ、エミリーパリに行くの、エミリーはね、毎日ランチね、どっか外食しててね、それ憧れたけど、お財布的に、いや絶対毎日なんてできないだろうなと思って。夢だよね、お財布、あの毎日ランチ食べに行くっていう。海外あるあるだよね。でも海外の人はよくランチ外で食べてるイメージ。長いからね、休憩時間があって聞く。ワクワク、テレビつけてワクワク。まだかな、出番。
あ、まだだ。チカがワクワク楽しみに待ってるアーティストさん。なんか自分が SK48 にいる間の夢はやっぱり歌番組に出るのも夢だ、夢で、一回コケティッシュ渋滞中の時にアンダーで出させてもらって、その時にね、それが全国のテレビやったから、めっちゃ家族も見たよって言ってくれたり、そっからフラストレーションでは東海地区だけだったから、それが唯一悔しかったし心残りだなって。またSK としてもらえれるように、その時にね自分も選抜曲歌えれるように頑張りたいなって思う。そう、テレ東のね番組、出させてもらう番組ね、やっぱりアイドルとしてる限りは帽子かぶってて、サエさんが、チカが初めての歌番組ですって言ったら、サエさんが、じゃあサエの帽子貸してあげるよって言って貸してもらったんだよね。懐かしい。またね、この嬉しさをつかみたいなって思います。まだまだ諦めたくないので、懐かしい。うん、なくなっちゃう。え、DVD に焼いてるって嬉しい。ごちそうさまでした。叶えられへん夢ではないと思ってるので、まあ、次のシングルは全員参加っていう形ではあるので、こう CD には自分の声は入るねんけど、ちゃんと次のシングルではね、今回まずは何だろう、嬉しいのはもちろんやけど、次のシングルではちゃんと選抜メンバーとしてね戻れたらなって思ってます。 SK メールではちょっと本音で送ってんけど、でもまずは喜ばなきゃね、みんなで。全員参加って嬉しいもんね。最後おじゅりをみんなでしっかり見送れるように、素敵なシングルにできたらなと思います。そうだよ、シングル出せるの嬉しいもんね。1年ぶりじゃない？そういうとこあるよね。からでもそのためにもちゃんと結果も出さなきゃっていう、なんだろう、焦りでもないけど、出さなきゃなっていう自覚、うん、難しいな日本語もあるので、ちゃんとみんなと結果残していけれるようにも頑張らねばね。今回握手会が次のシングルではどうなるか分からへんねんけど、まず今決まってるサイン会と手形会ではたくさんの人に、どんな方式か分からへんけど来てもらえれるように
なと頑張っていけたらなと。まあ、みんなもどんな曲か楽しみにしててね。もうミュージックビデオ撮影も終わってて、いろいろ感慨深い部分があるのではないかと。あ、感慨深いな。またいつも感慨深いっていつも言っちゃう。感慨深いがなんかいつも感慨深いって、なんだろう、これ前回もどっかで間違えたぞ。考えだよ、繰り返できたね。考え考え、しっけ感じかな。そう、わかるからよし、伝わればよし。優しい。おい、大丈夫、同じミスよくするから。おい、しねえよ。二度あることは三度ある。モーニングルーティーンか。あ、おいしそう。和食食べたい。この前メールでは送ってんけどさ、天丼食べてめっちゃくちゃ美味しかった。天丼、なんか天丼が 3個3つあって、お店に一番高いの中くらい、まあ普通の一番ノーマルなやつがあって、うわ、せっかく来たなら高いやつ頼もうかなとか思ったけど、一番普通のローカルなやつに舞茸が乗ってて、で一番大きいやつにはアナゴかな、アナゴかマイタケの二択になった時に、チカはマイタケが勝ってマイタケを食べました。美味しかった。めっちゃご飯の量もさ、天丼やから多かったけどさ、残さへんって思って食べたらもうお腹ポンポンになった。美味しかった。なんか豪華さよりも食べたいのが勝ったよね。全くもって胃もたれしんかった。天丼の美味しさよ。天丼って美味しいね。美味しかった。鶏天いいね。たまに食べると美味しい。かぼちゃの天ぷら大好き。やっぱり和食は美味しいです。ということで、ちょっと30分ぐらい配信してたかな、終わろうかな。明日は劇場公演で、みんな応援してね。行ってきます。こちらこそ配信見てくれてありがとう。お腹が空いたね。また明日公演終わりに元気があったら配信します。おやすみ。